ワンパンすれば2分台いけんじゃない、行けっかな、行け。こんにちは、ケイドラです。今日はラプラス使って遊んでいこうと思うんですけども、まあ、実装されて1日が経ちました。で、Twitter とか YouTube で結構評価が出てきたんですけども、やっぱりね、だいぶキトキ2で評価されてますね。あのキトキ2といえば重力バリアがガンガン張られてるクエストで、ちょっとワンパンが難しいところが多かったんですけども、まあ、このキャラがいると、まあ、だいぶ成功するっていうところで評価がかなり上がりました。で、あの乱入が来てもワンパン対応できるっていうところなんで、ジェジにラプラス1体は必要なんですけども、そこ以外は自由枠結構あるので、まあ、手持ちでキャラ揃ってる方はね、1手目に、ね、厳選したいキャラ、2手目に、まあ、エセシマさんのやつだったらエクスカリバーとかもあったんですけども、まあ、それ以外も超砲撃型のレクイエムとかね、あとはシンジレイみたいな感じで弱点ロックオンでバトルリーチを突破するとか、いろんな方法があるんですけども、まあ、2体以上持ってる方は昨日僕がツイッターで載せたやり方もあるんで、まあ、ほんと手持ちとの相談なんですけども、結構ワンパンしやすいのでね、ぜひやってほしいなというふうに思います。まあ、新時代来ましたね。あの水解き2だと、まあ、ワンパン失敗したらちょっと時間がかかったりするんですけども、まあ、ワンパン失敗してもこのキャラだと結構早いんで、なかなか評価できるキャラなんじゃないかなというふうに思います。ではね、今日ちょっと遊んでいこうと思うんですけども、山竹と読みで使っていこうかなと思います。まあ、半属性なんですけども、おそらく強いっていうところなんで、まあ、どれぐらいのタイム出るのかっていうところと、読みは単純に遊びです。ボスが重力バリアめっちゃまとってるんで、まあ、どんぐらいの火力出るのかっていうところを見ていこうかなと思います。まずは山竹ですね。ちょっとだけ試運転してみたんですけども、まあ、多分ね、クリアはできると思いますので、やっていきます。はい、まず所定ですね。OK。結構厳選はしっかりしてきたんで、4万3000なんですけども、属性倍率がね、やっぱ不利なんで、攻撃力2万8000のキャラと同じ火力ですね、今現在は。でもやっぱ HP 高いな。もともと2万8000あるんで、同盟撃食わしたら12万いきますという感じなんで、やっぱ高いですね。で、スピードも328と高めなんで、まあ、ステータスはかなりお化けかなと思います。で、あと注目すべき点はやっぱタイムですね。どんぐらいのタイムでクリアできるのかっていうところなんですけども、3分台は、頑張ったらいけるかなと思います。頑張ったら。で、2分はちょっときついかなと思うんですけども、まあ2分、ちょっとマッチとかね、できたら多分早いと思うんですけど、いけると思うんですけども、まあ、目指せ3分台でやっていきます。まあプロツアーでもおなじみの山竹なんですけども、まあ肩残りがね、結構起こるんで、まあ、ハマる角度がね、めちゃくちゃ重要なんですけども、あとはね、いかに木属性でハマっていくかっていうところなんですけども、今回半属性なんで、ああ、これ角度悪いですね。角度悪いと残るんで、まあ OK ですね。で、こっから、友情火力見れると思うんですけど、これ強そうやな。4P の友情と爆発して、いけいけ、惜しい惜しい惜しい。まあでも、超火力当たりましたね。はい。ただ、中ボスの山崎は確か重力バリアまとってないんで、ここ若干下りポイントですね。ここ若干下りポイント。あ、でもいいとこ止まったね。で、次の HP が上はまっちゃってるんで、倒しながら行きたいんですけど、倒したね。オッケー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 。で、これで 3P、これでいいかな。オッケー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 。で、味方の位置もまあまあいいんじゃないかな。で、ワンチャンこれ 2P マッチできる？ちょっときついかな。あ、ワンチャンあるぞ、これ。あー、角度失敗した。まあまあ、オッケーです。4P がね、すごいいい位置いるんで。これで突破したい。オッケー、あるぞあるぞ。3分台全然あるぞ。ワンパンすれば2分台いけんじゃない？ 2 分45。あるぞあるぞあるぞ。ワンパンできんのか知らんけど。いけっかなぁ。いけ。おぉ、いったいったいった、マジか。いや、強っ。たまたま 4P いいとこ止まってましたけども。
え、これ火属性ですよ。皆さん、火属性でございます。マジか。これいったんじゃない?出ろ、2分台。いやー、マジか、惜しい。惜しかった、これもうちょい早打ちしてればいってましたね。いや、これはでも早いわ。めちゃくちゃ。もしワンパンしなかったも、3分半ぐらいは多分いけてたんじゃないかなと思う。3分40ぐらいかな。多分いけてたと思うんで。いや、これ凄まじいね。殴り火力ももちろんなんですけども、友情がやっぱ強かった。マジで。まあ、とりあえず、まあ、2分台は無理でしたけども、まあ、多分上手い方がね、何回か挑戦したらできるかなと思いますんで、ぜひ挑戦してみてください。次、読みですね。ちょっと試運転したんですけど、バトル位置の突破の仕方がわからん。あとね、中ボス、重力バリアまとってなかったんで、ボス戦カラーが見どころかなと思います。もう友情で削っていくのでいいかな。ちょっと左上がだいぶ残っちゃったけど、友情で、あ、オッケーっす、オッケーっす、オッケーっす。割と理想的な抜け方ですね。で、次、上の価値と下の価値、あー、ちょっと待って、当たってるな、プニー、まあ、ギリギリいけるかな。オッケー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 。いやー、これはちょっとむずいな。あ、ありがとうございます。ただ、言うてよ。パス届く?いやー、やっぱ。パワー型でも激戦変化パネルで貫通変化したら、減速率はパワー型じゃなくなって、バランス型とかと同じになるんで。まあ、そこが今強みでしたね。しかも、ちょい GB 持ってるんで。さあ、こっからですよ。こっから、まあ、友情でだいぶ削れたね。ワンチャンこれ。ワンチャンこれ。ワンチャンこれ。あれ?強っ。マジか。いけるんすね。ほとんど友情で削ってますからね。いや、時代を感じるな。いや、これ、まず、貫通、反射判定もらえると思うんで、もらえなかったらごめんなさい。言うて結構削れたね。価値は。この位置すっげえ嫌やな。あ、強っ。そんなに出ると思ってなかった。もし重力バリアまとったら、こっから 2.5 倍出てますからね。そんな出んのか。確かにこれ、あれや、内部的に出せばめっちゃ強いですね。貫通変化して、これ、このやり方すればめっちゃ強いですね。もし今のが重力バリアまとってる敵だったらすっげえ火力出るんで、確かにそのやり方いいね。まあ、おそらく今後ね、まあ、いつになるかわかんないですけど、攻撃型の、この超絶貫通ホーミング持ったキャラが出ると思うんで、その時ですよね。もし重心化で実装されたら、超砲撃型にできるは、まあ、とりあえず無夫婦な感じなんですよ。とりあえずやばい、と思うんで。あ、ごめんなさい。これはほんとごめんなさい。ただちょっと右詰めしたいんですけど。いけるのかな?全然寄らなかった。これ、もしかしてワンパンできちゃうやつ?またワンパンした。いや、やめておきましょう。友情で削っていきたいですね。ここは、ちょっと削り、このステージは、ちょっと、1本ぐらい入れていくか。あー、そこでマッチする。そんなマッチあんのか、ごめんなさい。まあ、OK です。ここから友情を見ていきましょうか。いや、すげえ今、すっごい速度で溶けてったね。面白いよ。なんか溶け方が尋常じゃない。これも面白そうやな。減り方がすごいもん、マジで。ね、トゥーポール使ってる時ぐらいのなんか減り方するもん。スピード、減るスピードだけで言うと。さあ、割とキャラが上に止まってくれたんで。どんぐらい出るかな。あー、なんか飛んだ。めっちゃ飛んだ。ブロックあるもんね、ここ。じゃあ、いや、カンなもんね、これ。待って。一番いいルートどれや、これ。反射、貫通、
貫通で上行こうか。いやもう強すぎるな友情マジでお化けやなこれ。かはい、まあこんな感じですよと。とりあえず重力バリア出るクエストはだいぶぶち壊したんじゃないかなと思うんですけど、まあ、もちろん簡単で使ってるからより強いっていう感じですけどもね。いいドロップ率、いやとにかく強いわこのキャラ。まあ今後多分対策でボスがあんまり重力バリアまとってないとか、なんかエア重力バリアとか増えてくる可能性はあると思うんですけど、まあ今使ったように多属性でも割と暴れてくれたんで、これはなかなかに見どころ多いキャラですね。魅力が感じられるキャラかなというふうに思いました。まあやっぱりキトキもねめちゃくちゃワンパンしやすいっていう点もあるんで、どんどん評価上がっていくんじゃないかなと思っております。まあ進化の方は現状は使えるケースがそんな多くないっていうところなんですけども、まあ、ポテンシャルはめっちゃ高いんでね、劇場の新キャラにしてはなかなかやりますなっていう感じの印象でございました。はい、そんな感じでご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録の方もお願いいたします。それではバイバイ。